畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの川西です。今日はエンドウ豆の栽培について収穫までの流れをご紹介していきます。エンドウは中央アジアから中近東が原産で、古代エジプトの遺跡から出土しています。ピラミッドを作った人たちも食べていたかもしれません。栄養素的にはミネラルやビタミン B1、ビタミン B2、カロテン、タンパク質が豊富な野菜です。そんな冬には欠かせないエンドウの育て方、今日は見ていきましょう。最後に質問にもご回答していきます。ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。エンドウの品種には大きく分けてキヌサヤエンドウ、スナップエンドウ、ミトリエンドウの3種類があります。つるありやつるなしがある豆科の野菜になります。エンドウの発芽適温です。発芽適温が18度から20度になります。開花から収穫期までができるだけ長く適温期間になるように発芽する時期を決めていきます。秋巻き栽培で発芽期が早いと厳冬期までに生育が進みすぎてしまい、寒さによる障害が出ます。また反対に生育が遅いと初夏の気温が25度以上と高くなってきてしまうと、急につるが枯れ上がり収穫時期が短くなってしまいます。エンドウをはじめ豆類の種を水に浸してから発芽すると、急激な吸水によって種の皮が破れて発芽を損ねてしまう場合があります。水に浸さず種をまくようにしていきましょう。続いてエンドウの栽培についてまとめて紹介していきます。まず9月中旬以降のお話をします。その時期になりましたら土作りをしていきましょう。豆科の野菜ですので堆肥などは入れずに栽培していきます。畝作りではマルチを利用していきましょう。長く栽培しますのでマルチを設置します。根は過湿に弱いので水を切ったり高畝気味にするようにしましょう。続いて種まきです。10月中旬から11月頃に種まきします。マルチに穴を開けて点巻きします。このようにマルチを張っていただいて、マルチカッターで穴を開けて種まきするところを決めていきましょう。だいたい間隔は30センチほど離してあげるといいと思います。一穴に対して4粒巻いていきましょう。で最終的に間引きして2、3株にしていきます。苗は早めに植えると育ちすぎる可能性があります。早く育ちすぎると冬越しをできないこともあります。ですので巻き時には気をつけてみてください。11月、12月になりましたら防寒対策をしていきましょう。今日は基本のあんどんを作っていきます。あんどんとはスナップエンドウの苗の周りに囲いを作ってあげることによって風よけと転倒防止、支えてあげる役割をしてくれるものです。こちらを今日は実際に作っていこうと思います。用意するのは支柱が、囲いになる本数、今回4本使います。そして囲いのになる部分としてはこちらの不織布を巻いていきます。また防虫ネットでも構いません。お手元にあるものを使ってください。こうして一周しましたらしっかり留めてあげます。クリップがない場合はこの上のところを麻紐で結わいてあげるといいと思います。これで完成です。万が一育ちすぎてしまった、または逆に小さい状態という時にはビニールトンネルで保温していきましょう。こういった保温ビニールという資材があるので、こちらで保温してあげるのがポイントです。冬を迎える前に大きくなりすぎたものはそのまま越冬できないことが多いのですが、こういったビニールをしてしっかり保温さえしてあげれば逆に2月くらいに収穫できる可能性があります。続いて1、2月です。1、2月には霜対策をしましょう。霜が立ってきたら霜を手で潰して害がないようにしていきます。また竹笹などを上にかぶせて設置していくこともいいと思います。今回は不織布であんどんを作ったのですが、片面をこのように上にかぶせてあげると上を塞ぐことができるので雪対策になると思います。去年の冬も11月は暑かったんですが、年明け1月に雪がたくさん降って、それで苗が傷んでしまうということが起こってきたかと思います。霜や雪の対策しっかり行うようにしていきましょう。3月頃になるとつるが伸びてきます。つるありは園芸ネット、つるなしはあんどんに麻紐を巻き誘引していきましょう。そしてそのまま育てていきますと5月になって収穫ということになっていきます。
それでは質問コーナーです。こちらのショート動画にコメントいただきました。家庭菜園を始めたばかりで大変助かっています。唐辛子焼酎液の作り方、使い方を教えてくださいというご質問いただきました。ありがとうございます。分量は 180ml のホワイトリカー、こちらが果実酒用の焼酎になるんですが、ホワイトリカーという焼酎を使います。その180ml に対して乾燥した唐辛子を 1、2本ご用意ください。で、唐辛子を細かくスライスして、スライスした乾燥した唐辛子をそちらの焼酎液に漬け込んでいきます。3ヶ月漬け置きしたものが唐辛子焼酎液の原液となります。こちらを直接散布すると濃すぎるので決してやらないでください。こちらの原液を500倍に水で希釈したものをスプレーボトルなどに入れて散布してください。唐辛子焼酎液は虫除けなどに利用していけます。唐辛子の香りで虫を避けていくという自然農薬になっています。今日はエンドウ豆の栽培についてご紹介していきました。エンドウ豆は越冬するお野菜で、少し時間も手間もかかるのですが、一度にたくさん採れて冬の家庭菜園の生活を楽しませてくれる野菜だと思います。ぜひ皆さん挑戦してみてください。この動画が面白いなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。